リンゼ、眠そうだな。はい。今日朝早かったもんね。本当にな。今日はリンゼが起こしてくれなかったら二度寝しちまうとこだった。そうなんだ。私もジリちゃんとリンゼさんがお迎えに来てくれたので寝坊しませんでした。わ、いいね。カホは最初っから目がキラッキラだったな。マメマルのお散歩も張り切っちゃいました。夏葉、起きてるか？大丈夫、起きてるわよ。目の覚めるような色と思いながら眺めていたの。綺麗ってことですよね。私もそう思いました。朝だからかな、空気が澄んでる感じがして眩しく見える。はい、良い撮影になりそうです。うんうん、早起きの甲斐があったよな。スタッフさん、呼びに来ないですね。だね、どうしよっか。ねえ、時間あるならみんなで考えたいことがあるのよ。なんだ？台本にあるここの部分なんだけど。公園で楽しそうに遊ぶ一コマ。そう、そのシーンに何をするか私たちに任されているでしょ。あ、何をするかまだ決めてません。私もそこ相談したいと思ってた。ちょっと先のシーンだけど、今決めちゃえるといいよね。だるまさんが転んだとかどうでしょうか。良いお知恵です。楽しそうね。他にはあるかしら。はい、かけっことか鬼ごっことかって考えてました。それもいいよな、ここすっげー広いしさ。遊びか。ジュリちゃん？うん、ちょっと思い出したことがあって。綺麗そうなイチョウの葉っぱは。葉っぱを探してるの？私も手伝うわ。サンキュー。どのくらい必要？まずはこれだけあれば。じゃーん。あお花ができたわ。鮮やかなお手並み。すごい。簡単なんだ。イチョウの葉っぱを巻くようにして重ねるだけ。近所のおばちゃんに教えてもらったんだよ。子供たちと楽しそうに作っててさ。へえ、そっか、いいこと教わったね。これとか撮影に使えたりするかな。ちょっと地味かもしれねえけど。かけっこ、だるまさんが転んだ、花作り、いずれも劣らぬ名案です。そうね、バリエーションは大歓迎よ。ジュリちゃん、もう一回見せてください。私もやってみたいです。ああ、いいぞ。できるだけしっかりした葉っぱ選んで。時間があったおかげで私たちなりに撮影の準備できましたし。そうね、
さあ行きましょう、みんな。お花作りの続きはまた後で。はい。ごめんなさい、思ったより長引いて。今向かってるわ。お、夏葉、まだ時間かかりそうだな。喫茶店で勉強でもしてようかな。お、文具屋さん。そういえば学校のしおり係の仕事もあったな。なんか使えるのあるかも。折り紙、キャラものこんなにあるのか。クリップはまだあるし。お、これ。すみません、このテープって。学校でしおりを作るんですけど、これ使っても良さそうですね。じゃあそれいただきます。ありがとうございます。大丈夫です。なんか双眼鏡いっぱいありますね。え、皆既月食ですか。それはみんな喜びますね。あ、はい。それとなんですけど、幸せなんです。ありがとう。ブレンドコーヒーお願いできるかしら。ジュリー、お待たせ。わ、お疲れ。ごめんなさい、遅くなってしまって。いいって、急いで疲れただろ。早く座って。ありがとう。本当にごめんなさい、待ちくたびれたでしょ。お詫びにここは私が払うわね。ケーキもどうかしら。え、いいよ、仕事だったんだから仕方ないだろ。でもあなたの時間を無駄にしてしまったわ。いや、それがさ、無駄じゃなかったんだ、全然。夏葉が遅くなるって言うから商店街をぶらついてて、そうしたらちょうど探してた文房具を見つけてさ、その後はここで宿題してたんだけど、なんかすごく集中できて、数学の問題集4ページ一気に終わったんだ。だから全然問題なし。さすがジリー、ずいぶん有意義な時間の使い方していたのね。うん、だから本当無駄じゃなかったんだ。そのあなたの才能は私にとってはラッキーだったけど、ジュリを長い間待たせてしまったのは事実だもの。埋め合わせはさせてくれると嬉しいわ。ほんと真面目だな。そこまでしてもらうのはなんか悪い気が。いいのよ、ここは私に任せてちょうだい。なあ夏葉、ここは自分で払うからさ、別のお願い聞いてくれるか。お願い、何かしら。これ。あら、かわいい双眼鏡。さっき文房具を買った店で買ったんだ。一緒に今度の皆既月食見ないか。
そんな面白そうなお願い、乗らないわけないじゃない。よし、揃った。ごめん、しおり全部できたし、私先帰っていいか？今日皆既月食あるからさ、みんなで見る約束してて。おう、じゃあなー。そうだ、連絡入れとこ。遅くなった。今から超特急で向かう。ふん。かけ始めました。お、マジか。双眼鏡もあります。結局みんな欲しいって、ジュリと同じものをそれぞれ買ったのよ。天気もバッチリ、お月様もジュリちゃんが来るのを待ってます。ファイトでございます。ファイト。私のと同じ文具屋さんの屋上で見るのかな。皆既月食まであと20分。だけど焦らないで、気をつけてきてね。安全第一よ。フリーフリージュリーちゃん。うえ、また上り坂。ふれーふれー、急げー、転ぶなよー。すごいです、本当にかけてますね。あー、でも大きくなるのはまだ待って、ジュリちゃんが。はい、ジュリちゃんが教えてくれたことなのに。今頃どちらに？学校出てから連絡ないわね。こっちに急いでくれてるんでしょうけど、事故に遭ってないか心配になるわね。はい。あ、そうだ、よいしょ、ここからならジュリちゃんもすぐ見つけられます。滑り台は最高の見張り台だもんね。私もいい？はい、一緒に探しましょう。ふふ。あ、結構遠くまで見える。ジュリちゃん！あの自転車の人、ジュリちゃんじゃない？ジュリちゃん！すごい速さだわ。あれ？もしかしてこっちに気づいてない？ジュリさん。ジュリちゃん！ジュリちゃん！こっちこっち！ジュリさん。ジュリったら。ジュリー、私たちはここよ。え、あ、そっちか。うわ、
りつい漕ぐのに必死になっちまった。ジュリちゃんお疲れ様、間に合ってよかった。カバンを預かりましょう。サンキュー、リンゼ。ジュリちゃん、滑り台の上、特等席ですよ。おお、いいな。息を落ち着かせて、まだまだ月食はこれからだから大丈夫よ。ああ月本当にどんどん欠けてってる。あ、誰からだろう。どうしたの、ジュリー。いや、いいなって思って。今日はいろんなところでいろんな人が同じ月見上げてるんだなって思うとさ。